はい、それでは今、収穫したニンニクを運んできました。これだけ。今からこれを家に運ぶのに、歯切りしたり、根切りしたり、歯剥きをして、処理をして、持っていきます。で、その処理の私がいつもやっている方法をご紹介します。まずこれですね。これいっぱい葉っぱが元気にね、このまま持っていくと本当がさばるんですよ。この葉っぱはやっぱ切ります。まずは。で、だいたいですね、このぐらいの長さですね。茎をこのぐらいの長さにまで残して切っておきます。で、あとはこの根っこですね。土がいっぱいついてる根っこ。これも落としていきます。一応こう切りますね。で、切った後、最後これ歯向き、歯を剥きます。葉っぱをこう剥いていきます。はい、こう剥いていくとこれ綺麗になりますよね。ね。で、またちょっと根っこの方が飛び出るんで、最後根っこをこう切って、はい、切ります。こういう状態にして持っていきます。こうやってね、置いていきます。もう一回、もう一個やってみますね。はい。これ随分ね、葉っぱが元気ですよね。まあ、切っておかなければ、ちょっと持っていくのが大変ですからね。で、切るともう水が滴ります。中にある水分が。水分がね、滴って落ちてきます。またいっぱい水をね、吸っていますよね。雨がしばらくずっと降ってなかったんですけどもね、やっぱりね、水分を持ってるわけですよね。はい、根切りをします。土を落としてね。で、葉っぱを剥いていきます。こうやってね、綺麗な状態にして、最後もっとね、猫がちょっと飛びますんで、仕上げて、切ります。はい。これ、随分茎が太いのでね、中の実も大きいと思います。で、これ切るときに、今使ってる私このハサミ、剪定ハサミですね。ニンニク切りの専用のハサミで、こう少し曲線になってるんですよね、刃先が。これで根っこがね、ピシッと切れるという、こういうハサミ。これいいですよ。これ年代物ですけどもね、ちょっと高級ですけども、これ使うと、他のハサミニンニク切るとき使えません。はい。今後1週間から2週、10日ぐらいの間で、他のニンニクも収穫していきたいと思ってます。はい。それでですね、今こういうふうに、処理をして、このぐらいの長さでね、取っておくっていうのはですね、実はこの後持っていってですね、こうやって縛って吊るすんですよ。吊るして乾燥させるんですね。1ヶ月以上乾燥させた
た後にいつも私はこの生ニンニクの出荷をしてるわけですけども、販売の方をしてます。紐で縛ってこうやって吊るしておいて、それのですね、保存の方法について昨年までの動画配信してます。ちょっとちらご覧になっていただければ参考になると思いますけども、今年もこれを持って帰って保存して吊るしていきます。で、これ今こんなに太い茎ですよね。で、これ乾燥していくともうどん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 水分が抜けて細くなっていくわけです。これ縛ってもですね、また細くなるんでつるって抜けちゃうんですね。で、また縛るのをちょっと強く縛ったりもします。あと雨とかが続いて湿気が多いとですね、ほんとカビが生えてくるもんですから、この茎の方にカビが生えてきたりするんで、そういう場合もこの玉のところで切ってしまいます。それで置いて並べておいて乾燥させるっていう方法もやってます。そういう方法もやってるっていう動画も紹介してますけどね、もしよろしければご覧いただければと思います。まあ一応このくらいの茎の長さを残して持って帰るという処理の方法をこの畑でやってから終了になります。今日の作業はね。では引き続き作業をやっていきます。まあ、これ全部今日終わらせてやっていきますので、今後またニンニクの収穫も続きますし、あと1ヶ月したら販売もするし、あと2ヶ月ぐらいしたら黒ニンニクを今度作り出します。今年の分あと2ヶ月ぐらい乾燥した後に作ると一番いいね、黒ニンニクができるので、多分1ヶ月ぐらいしてからもう作り始めますけども、さ、黒ニンニクの作り始めた時からの動画をですね、またね、紹介します。今年の分の黒ニンニクの作成の動画も配信しますんで、それもお楽しみにしてください。今年最初のニンニクの収穫をしたのが2日前で、今日ですね、もう一回来てみて、もう一つの畝の方をですね、少し収穫してみました。それで今回のニンニクの出来具合についてちょっとお話ししたいと思うんですけども、でも結論から言うとですね、大きめのニンニクの玉がかなりの頻度で出てるっていうのが今年特徴です。で、大きなね、こういういい形のニンニクがね、できるように一生懸命作ってるので、今年は本当正解ですね。小さなニンニクもちょっとあるんですけども、いつもなら小さなニンニクがかなり出てくるんですよ。で、これがですね、今回小さなニンニクの部類なんですけど、これ普通ですよね。まあ普通です。これね、小さなニンニクだって言っても、まあ普通に取れるサイズなんですけども、この大きなニンニクで形のいいのが結構いっぱい取れたという原因なんですけども、ちょっと考えてみたんですが、二つポイントがあったと思います。一つ目は、雪解けの後ですね。春。まあ、芽が出てるんですけども、一回目の追肥として、液肥を使ってみたんです。今回。その動画についても配信してます。こちら、ご覧になっていただければと思うんですけども、液肥で追肥をしたという動画ですね。そしてもう一つはですね、しばらく芽が伸びてきた後、1回目の消毒をしました。今回は農薬を使ってみました。で、予防という意味で、ダコニール1000という、消毒剤を、殺菌消毒剤を使ったんですね。その時の動画、こちらです。で、この2点が、今まで前回、ちょっとやってなかったことかなと思ってるんですけども、前回ですね、結構ね、サビ病が出ました。で、今年もですね、サビ病らしき兆候が出てるんですけども、収穫時期になってから出始めたっていう、遅かったんですね、出るのが。なので、今回収穫を始めたんですけども、本当にサビ病がほんのちらほらしかなかったんですね。
で、昨年はですね、サビ病がもう蔓延してから収穫時期になったんですね。それの違いがかなりあったと思います。で、あと、肥料ですね、追肥がやっぱ、昨年、ちょっとですね、遅かったかもしれません。で、今年2回追肥やりました。2回目も、追肥やってみたんです。その動画はこちらですね。2回目の追肥。あと2回目の消毒剤。これがアミスターフロアブルを使った消毒を2回目やりました。その動画はこちら。ね。で、追肥と消毒を2回ずつやったっていうことですけども。あとですね、やっぱり、これが違うっていうのがですね、先ほども言いましたけども、サビ病が蔓延してから収穫するのではなく、葉っぱがまだ枯れないうち、全然枯れていない、こういう青い状態ですね。葉っぱがまだ青い状態で収穫時期になって収穫できたというのが、かなりいいことだったと思います。まあ、これよりももっと待てばね、少し玉がまた大きくなるとは思います。また大きくなっても葉っぱが枯れてしまって茎がよりよりになって収穫しにくくなるっていうのがやっぱり嫌なもんですから、綺麗な状態でね、収穫ができるというのがやっぱりいいと思います。それがやっぱ違うのかなと思いました。以上ですね、まあ、今回のニンニクの栽培の考察でした。で、この後ですね、これを持ってってですね、これ束ねて、紐で結んで吊るして乾燥しておきます。はい、以上。今回は、今年のニンニクの収穫状況ですね、ご紹介いたしました。引き続き、ご覧になっていただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。